アン型エンジンは、1989年から2012年まで、富士中工業で製造されていた、軽自動車用の水冷式直列4、気筒ガソリンエンジンである。製造終了時点では、軽自動車唯一にして、日本車唯一のスーパーチャージャー搭載エンジンであった。1989年に、スバルの軽自動車では、初の4サイクルエンジンであった EK 型エンジンの、 後継機種として登場。他社が3気筒を採用する中、スバルのアン型エンジンは4気筒を採用した。最初のモデルであるアンレーゴは EK23 型のエンジンブロックをもとに4、気筒化を行った。これにより、エンジンサイズが EK23 とそれほど変わらなくなり、シャーシを大きく変更することなく EK23 からアンレーゴへの切り替えが進んでいった。 翌年、運輸省より、軽自動車規格の改正が発表されると、アンデ定5をロングストローク化した、ア安定7へ移行。結果的にこれが 660cc クラスの直列、4気筒エンジンの弱点である低回転域の、トルク不足を補う形となる。この際に、高輪駆動レイアウトのサンバーも、アン型エンジンへと移行した。レックスから、R1、R2 に至る。 前輪駆動車のアン型エンジンと後輪駆動のサンバーのアン型エンジンでは基本設計と多くの部品が共用されており両者とも車体前方から見てエンジンの左側に変速機が置かれる構成が取られているがサンバーではシリンダーヘッドを後方に向けてほぼ横倒しにする配置を取っており前輪駆動エンジンとはシリンダーヘッドの急排気方向を左右反転させる手法が取られている フリクションロスや熱効率の面で不利な4気筒だが、他社の3気筒エンジンに被験する燃費性能を確保していた。スムーズな回転上昇や振動の少なさなど、3気筒に対するアドバンテージは、まだ大きく、製造終了まで根強いファンがいた。百五十 c c から百六十 c c への排気量アップ、DOHC 化による、さらなる高性能の追求、近年では、 燃費の改善及び環境対策で可変バルブタイミング機構の搭載など20年余りにわたり改良が続けられスバルの軽の主力エンジンであった。レックス当時ライバル車種の鈴木アルトやダイハツミラにターボチャージャー搭載のスポーツモデルが存在しておりレックスの EK23 にもターボモデルがあった。しかし数年で廃止となり 新たにスーパーチャージャーを装着したという経緯を持つ。アンガタエンジンは登場当初からターボ仕様は存在せず、なとスーパーチャージャー仕様の二種類のみである。エンジンの名称はクローバー四の愛称が使われ、製造末期でもロッカーカバーに四つ用のクローバーマークと共に名称が刻印されている。二千十二年二月二十八日をもって六代目サンバーの製造終了と同時に、 アン型エンジンも製造終了となった。最初に登場したなエンジン。可変ベンチュリーキャブレターを装備。内径工程はオーバースクエア型。最初に登場したスーパーチャージャーエンジン。この仕様のみ EGI を装備。ビビオ版に搭載されたエンジン。サンバーのアンレイナの C より若干圧縮比が高く、高回転手向のエンジンとなっている。初期のサンバーに搭載されたエンジン。 圧縮比をやや落とし、低回転のトルクを太らせたセッティングとしている。キャブレター仕様の安冷 7A エンジンをンピ化したエンジン。なお、プレオ用の安冷 7E エンジンは、ロッカーアームがニードルローラーベアリング付けの、ローラーロッカーアームが用いられる。プレオ版に搭載された EGISP 仕様のエンジン。開発当初から、ロッカーアームがニードルローラーベアリング付けの、 ローラーロッカーアームが用いられている。キャブレター仕様のアンイナナ c エンジンを鉛筆化したエンジン。アンイナナ c と同様に赤帽仕用エンジンには専用ロッカーカバーが組み合わされる。5代目サンバー中期の1995年より上位グレード向けに採用された。6代目サンバーは当初は後日のアンイナナ v が採用されたが、 2001年8月以降に順次このエンジンに切り替えられた。6代目サンバーでは当初からローラーロッカーアームを採用。2006年からはピストン上部のバルブリセスも廃止されている。ンピ使用のアンデー 7F エンジンをスピカしたエンジン。アンデー 7F と同様に赤帽使用エンジンには専用ロッカーカバーが組み合わされる。アンデー 7F をより簡素化したもので。 六代目、サンバー登場当時からないエンジン全車に採用されたが、2001年を、境に再びアン令 7F へ移行された。ロッカーカバーを取り外した、アン令 7Y 六代目サンバートラック後期型のアン令 7Y 補キ類ロッカーカバー赤棒専用車用の、ロッカーカバー RR 方式であるサンバーへの、搭載にあたって、インタークーラーが省かれた仕様。 キロボルトサンバー初期はディストリビュータ添加だったが、1996年以降よりドリー仕様に改良。アンレー 7F と同様に赤帽仕様の交代旧型エンジンにはシンクの縮み塗装が施された専用ロッカーカバーが組み合わされる。さらに2001年8月以降の製造部により、ロッカーアームがニードルローラーベアリング付けのローラーロッカーアームに変更され、 ピストン上部のバルブリセスが廃止された。43kW、6000rpm74nm、4400rpmCVT を搭載したプレオ向けに、マイルドチャージと称する低下給圧のスーパーチャージャーを組み合わせて燃費とパワーの両立を図ったエンジン。スピーオ様でインタークーラーはなし。ア安例 7W をンピ化し、 前置きタイプの小型インタークーラーを装着したエンジン。後期型プレオ L に搭載された。レックスの時代より存在するアン型を代表するホットモデルだが、プレオ RM のものは燃料噴射装置が塩ピから MPI に変更され、より低回転からパワーが出るようにリセッティングされ、さらにロッカーアームがニードルローラーベアリング付けのローラーロッカーアームに変更された。p s 6000rpm9.1kgm3600rpmr に登場時から採用され、連続式可変バルブタイミング仕様の DOHC ヘッドを用いる。点火系には、アン型では初のダイレクトイグニッションを採用している。工術する DOHC スーパーチャージャー仕様のアン 07X 型と異なり、タイミングベルト用プーリーが一般的な DOHC エンジン同様、 吸気側用カムと排気側用カムにそれぞれ独立しており、ニードルローラーベアリング付けのローラーロッカーアームを採用する。スバル R1S のアンレ 7X エンジンビビュー RXR 登場時に開発された DOHC ヘッド仕様。バルブはサイチェシーのロッカーアーム駆動を改めダイレクトプッシュ式を採用。トヨタのハイメカツインカム同様。 エキゾースト側のカムシャフトのみをタイミングベルトで駆動し、そこから返り防止ギアでインテーク側のカムを駆動するという方式を採用している。これは 660cc4 気筒エンジンだとボアが小さく DOHC 化によりバルブの挟み角が大きくなりがちなためカムシャフト同士の間隔を近づけて強角化し燃焼室をコンパクトにすることが狙いである。 許容回転数9000回転に対応すべく、点火系には2コイル同時点火方式を用い、バルブリフターは自家同式となった。発売当初はレギュラーガソリン仕様だったが、ビビオ RXR の最終型からハイオーク仕様になり、ステラ登場時には再びレギュラー仕様に戻ったという経緯を持つ。プレオの D 型以降からはシリンダーヘッドの水路が変更され、 ラジエーターから遠いシリンダーの熱外に対策が打たれた。これに伴い LF ピストンが採用される。R2 以降はシリンダーブロックの肉薄化による軽量化とピストンスカートの短縮によるフリクション低減により燃費向上に貢献している。輸出仕様のスバルレックスに搭載されていた 758cc エンジン。 輸出仕様のレックスでは当初は 550cc の EK23 エンジンと 665cc の EK42 エンジンを搭載、国内でア安令7が発売された後は輸出仕様には新たにアンレイ8エンジンが搭載され、それぞれスバル M60、スバル M70、スバル M80 と呼ばれていた。M80 はシムケチによってはスバルフューオリ、 スバルミニジャンボなどの名称も与えられ、1992年まで2年、あまりの期間のみ製造された。ありがとうございます。